好きキューピーと私、初音ミク、歌がとっても大好きな14歳。会うとき、なんと空から妖精カイトが落ちてきた。伝説の戦士になって世界を救ってたって。わあ、一体どうなっちゃうの。憧れてた青春、ぷかぷか汗と涙が、いやでもでもでも現実はカオスと闇のミックスジュース。チャラリパーナから、急にコーラで飲み合ったそうよ。あとの二人はパッと見まともに会話できそう、うん、でもでもでも現実はカオスと闇の。あの子とみんなに秘密、ね、私も宇宙人だ。自慢のキューピーと綺麗な歌声だかい。え、カイト、もっといいマイクと交換してあげるかい。顔が信用できないわ。あ、それどころじゃなかったかい。街が邪悪に包まれてるかい。ほ、本当ですかい。あー、はっは、いい旋律だわ。人間の叫びって、もっと恐怖を悲しみよう。人間どもから風の力サーデコヨンをダンマイルマッチョへ。あれはみんな、んだ、お前まだ邪魔しに来たのか。おとなしくお前もサーデコヨンを出しな。まぬけなお仲間たちと一緒にしてやるよ。歌は人をみんなを感動させるためにあるの。こんな風に使うなんて許せない。ミク、変身するかい。コンタービュレーション、みんな元に戻って。キューティーアムロース。私たち、くっ、せっかく詰めたサメコヨンか。ミクちゃん、私たちの手、部活でした。もう許せない。だからね、一生やっちゃろうか。コンタービュレーション、響け、ユンキー。うん、ふざけんな。やってしまえ。みんなで、せーの、お、せーの、歌の力を合わせて話せたい。心を一つに、天まで響け。キューキーコブサッキー。今日はどんくらいにしてんの。覚えてろよ、ブーカブーカ。小学生か、思い知ったか。この街の平和は負けないわ。で、みんなに聞きたいんだけど、なんで今日の練習来なかったのかな。合唱部のみんなさん、あ、いや、駅前に美味しいたこ焼き屋さんができたって。ルカちゃんがあまりにも大きくて、つい、ミクちゃん、怒らないで。もう明日からはみっちり練習だからね。こんな伝説の戦士たちでこれから大丈夫かな。かい、部活の正義も超大忙しな私たち、また奴らが襲ってきた。もう勘弁して。絶対説明かと思ったら、謎の仮面の男が。次回、エモンペノン、うなる悪魔のイマイチが、あなたのハートにホップステップポーズ。